2月25日の元気の時間は股関節痛。ある運動で変形性股関節症の痛みが改善。この動きだけで痛みが和らいだり、これやっとくといいのか。さらに股関節痛でテニスを諦めた女性が人工股関節で復帰。痛みがないってこんなに幸せなんだ。負担が少ない最新手術法とは？すごい。